マカオのグランドハイアットから歩いて、このなんていうんですかね、ホテル内のブティックみたいなところを歩いてダンシングウォーターを今日見に行くので、ダンシングウォーターの会場まで行きます。はい、映画館の匂いがする。みんなポップコーンとか食べながら見るみたいです。会場の見取り図がなくて全然わからないんですけど、今ちょっともうすぐ始まるので急いで、席を探します。あ、300あった、見つけた感じです。はい、今からダンシングウォーターを見ます。楽しみ。席に着いたのでこれから鑑賞するのですが、お供に、マカオ名物のエッグタルト、イエイエイ。As well as the performers and those around. ぜひマカオに来た際はこのダンシングウォーターぜひチェックしてみてください。ではご飯に行きます。あ、まさかの行きたかったところがクローズしている。ガーン、また来よう。行きたかったレストランが閉まってたので別のレストランに行きます。はい、レストラン激閉まり。開いてそう。はい、ことごとくお店が閉まってまして、やっとたどり着いたオレンジのよくわかんない中国中華のお店に来ました。はい、美味しいことを願います。なんだっけ、これはクラブホストシェルクラブとてるん麺です。無難なところ行ってみました。これが苦いらしい、なんだっけ、ソフトシェルクラブ。いただきます。ポテトでした。いや、美味しいですよ、ポテト。いや、こっちじゃなくってシェルはこっち、こっち。あ、でも美味しそうじゃん、ソフトシェル。うん、え、おいしい、おいしいです。タクシーを捕まえようとします。ご飯食べ終わりましたが、結構やっぱ中華は油っぽかったのであんまり食べれませんでしたが、はい、これからもうホテルに帰って明日に備えたいと思います。明日は朝からちょっと世界遺産巡りとかしたいと思います。ではでは、また明日。はい、おはようございます。2日目の朝です。はい、朝です。今日は朝食にマカオ名物のエッグタルトを、食べに行きます。なんかマカオのエッグタルトの名店が近くにあるということで、これから
行きたいと思います。すごいなんかね、中国っぽい感じがある。ほら、うんね、よし、ではでは行ってきます。しました、エッグタルトです。開けましょう、開けましょう。あったかい、ちょっと落ちないように。こんな感じです。美味しそう、食べます。はい、いただきます。美味しい。ではこれからちょっとマカオの街並みが一望できるような、なんか高いところに要塞があるみたいなので、そっちに向かっていきます。ちょっと歩いていける距離っぽいので、またここも歩いていきます。汗だくになりそうですけど、はい。要塞に向かっています。マカオの街並みを一望できる要塞に向かってるんですけど、めっちゃ坂です。すごい坂なので汗だくで登ってます。はい、もうちょっとです。さあ、仙台。今日は、結構綺麗な感じですね。はい、これちょっと向かってます。今これを上から撮るために上がってます。無事撮りたいところの、シーンが撮れました。めちゃくちゃ直射日光で暑すぎる感じですけど、でもめっちゃいい感じのコンテンツ、絵が撮れたんじゃないかなと思います。ほら、あっちに、ほら、グランドリスボアホテルが見えます。この上で落ちそうになりながら撮りました。はい、では次のスポットに行きたいと思います。お仕事の関係があるので、今日はこれで素材撮影終了で
夜もし時間があったらイルミネーションというかライトアップのところを撮れればなと思います。じゃねー。I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day, I've been craving.